インターナショナルニューヨークタイムズ、旧名、インターナショナルヘラルドトリビューンは、フランスのパリ郊外ラデファンスに本部を置く、世界各地で販売されている、英字新聞。1887年創刊の、パリヘラルドを前身に持つ。2013年10月15日より、インターナショナルニューヨークタイムズの名称となった。二千十六年十月に、発行主体を新聞名に合わせて、 ニューヨークタイムズ・インターナショナル・エディションに改名した。これによって実態としては、名実ともにアメリカのニューヨークに本部を置く新聞となった。2002年までニューヨークタイムズとワシントン・ポストが経営に参画していたが、WP がインターナショナル・ヘラルド・トリビューンから撤退したため、ニートの参加となった。世界都市で印刷され、 1887年にニューヨークヘラルドのパリ版、パリヘラルドとしてパリ在住のアメリカ人向けに創刊。1924年にニューヨークヘラルドがニューヨークトリビューンにより買収され、大事にトリビューンが加わり、ニューヨークヘラルドトリビューンとなったのに伴い、パリヘラルドも パリヘラルドトリビューンとなる。1966年に PHT の母体であった NHT が経営危機器で廃刊になり WP の会長キャサリングラハムが救済に乗り出す。一方、1960年にパリバンを発行していたニットは苦戦を強いられていたため同志パリバンの発行を停止し、1967年に新生アイトの経営に参画。 それ以降両者による接班出資で発行されてきた。しかし2002年10月にニートは WP に対しアイットの株式上渡を迫り、それに応じなければ国際英字紙氏を新たに発刊し、アイットへの財政支援を打ち切ると通告。これに対して WP のグラハムは極めて不本に入れ、悲しい決断と承諾した。ニートは国際展開を推進しており、先行する。 ウォールストリート・ジャーナルとフィナンシャル・タイムズの二大英字経済新聞への対抗策との見方がもっぱらである。WP は離脱後に国際報道を参加のニューズウィーク氏に頼ることとなった。日本では2001年4月から朝日新聞社と提携し、WP が離脱した後もインターナショナルヘラルド・トリビューン、朝日新聞として 朝日新聞社制作の英語版紙面と共に発行されていた。2011年2月に朝日新聞社が英字新聞事業から撤退したため、同年3月以降は朝日新聞社がアイット部分のみの印刷、配達を受け負っていた。新聞名がインターナショナルニューヨークタイムズに変わることに伴い、2013年3月25日に、 株式会社ジャパンタイムズが NY タイムズ社と業務提携。同年10月16日からザ・ジャパンタイムズ、インターナショナルニューヨークタイムズとインターナショナルニューヨークタイムズ、ザ・ジャパンタイムズという二部構成でのセット販売を始めた。なお、NY タイムズ社は朝日新聞の慰安婦報道問題ではジャパンタイムズとの提携後もジャパンタイムズとともに 積極的に朝日新聞社を擁護している。現在、世界で9つの新聞社と提携している。提携関係にある新聞は以下の通り、ありがとうございます。